シーズン50勝目です。さあそれではゲームをハイライトで振り返りましょう。まあ、先発の上茶谷、三浦監督立ち上がり久々ということもあってちょっと硬かったかなというような話がありました。ランナー一塁三塁、この福田の打球バットの先で風にちょっと戻された感じもありましてレフト線に入りましてタイムリーツーベース、ランナー2人が帰りました。ドラゴンズが2点を先行です。ドラゴンズの先発は笠原、笠原も今シーズン勝ち星がありません。2アウトから佐野がライトスタンドの中段にライナーでホームラン、まあ、ある意味この1点というのが大きなきっかけになった今日のベイスターズです。2回の裏ノーアウトランナー1塁で外詰まり気味ではあったんですが右中間真ん中を破ります。1塁ランナーの宮崎が一気にホームに帰りました。与田監督リクエストしましたけれども判定変わらず同点となって2対2。さらに桑原の押し出しフォアボールで勝ち越した後2アウト満塁で佐野追い込まれてこの、まあ、ベルトよりベルトの高さのスライダーかカットボールだと思うんですがこれを見事にライトスタンドに打ち込みまして満塁ホームラン7対2と大きくリードを広げました。3回の表の上茶谷のピッチングですが先頭の強打この千野のプレー三浦監督もよく守ってくれたという千野のファインプレーです。2アウトから大島センターフライに打ち取って、まあ、2回3回と3人で抑えるという上茶谷リズムを取り戻しました。5回の表2アウトで代打は福留、このベテランの福留に対してもボテボテのピッチャーゴロに打ち取った上茶谷5回を投げて勝ち投手の権利を手にしました。で5回の裏ランナー3塁上茶谷の送りバントが効いています。鈴木博士から桑原が初球をレフトスタンドに試合を決めるツーランホームラン、これで9対2です。今日は上茶谷が第1打席も送りバントしてこれがバントヒット、2打席目3打席目送りバントを決めています。そして上茶谷のこのピッチングです。非常に低めのゾーンに安定したボールを投げていまして、フォアボールが結局1つですかね。上茶谷ナイスピッチングでした。そして9回は三島がマウンドに上がってピープルズ三島とつないでベイスターズが今日のゲーム快勝です。今シーズンの50勝目上茶谷が今シーズン初勝利をマークしたというゲームでした。